じゃこんにちは豊さん、はい、先ほど、うん、日本シリーズのルールについてのそうだねニュースが入ってきたね、はい、パリーグのルールというか DH の制度を全試合に導入するというそうだよね、はい、いやさっきさ森藤と動画を撮ってたね、うん、そのまさかこういう結果になるとは思ってなかったから、うん、その DH をどうやって生かしていくかとかそういうところの動画も撮ったんだけど、うん、いきなりルールが変わったんだよね、すごいこの直前のタイミングで、いやいやそれをやっぱジャイアンツが原監督がまあこれあの経緯を言うとなんか工藤監督が申し入れたっていうね、うん、で、まあ、確かにそのパリーグはその DH で毎試合やってるわけだからそのノウハウ的なものはまあ完全に、持ってるし、まあ巨人の方はまあ今年交流戦がなかったからまあそういう DH 制を使う試合っていうのは全くやってなくて、でどっちがどうなのかというとさ、それはまあ一概には言えないけどね、一概には言えないけど、ただ慣れてるルールの方がだからまあソフトバンクの方が優位性は高い。今回その工藤監督からの申し入れということで、うん、それをもうすんなり受け入れる、受け入れたね。まああのコロナの影響もあり、うん、まあ肉体疲労だとか、うん、ピッチャーのその疲労を軽減するという意味でね、まあ導入したというふうには書いてあるけども、ただまあセリーグのピッチャーはやっぱバッティングもね、まあ菅野にしたってさ、まあ今村にしたっていいところで打ってるし、だからそういう意味ではパリーグのバッター、あのパリーグのピッチャーって打席に立たない分だけやっぱ不利な要素はあったと思うんだけど、うん、まあ送りバントにしてもよ。だけどそういうものがまあなくなったという、まあ例えばソフトバンクの方がデスパイネの使い道っていうのものをねレフトに入れるかそれとも DH だけで使うかとかいろいろ悩みはあったと思うんだけど、これでやっぱすんなりいけるよね。で巨人の方は誰が入ってくるのかというと、やっぱ亀井かなっていうような気がするよね、うん、でまあ巨人にとってプラスなのは亀井がゲームから遠ざかってて、で内転筋を痛めて抹消されてるということを考えるとね、まあ守備の負担をなくしてバッティングだけで、専念できるということはまあプラスなのかもわからないけども、ただ DH って俺もそのパリーグに移籍した時に経験あるけど、すごく慣れないと難しいんだよね。でゲームの流れっていうのが入っていけないというかさ、でデスパイネをもし DH に入れるんだったら彼は慣れてるしね、で亀井は慣れてないという、まあそういうところから考えると、まあソフトバンクの方がやっぱよしよしというふうに思ってるはずだけどね。たださ、まあ例えばピッチャーのところに代打を送るタイミングだとか試合の駆け引きっていうのは原監督が最も得意とするところだったと思うんだよね、うん、まあ例えば工藤監督だったらここで代打かピッチャー変えなきゃいけないかとか、うん、まあ例えばその打たれ出してきて次ピッチャーから打順が回るからここで変えるとじゃあワンポイントになっちゃうなとかだ、なんかそういう駆け引きっていう部分では原監督の方が一枚上だと思うんだよね、うん、やっぱり野球の慣れがあるから、そこをもうピッチャーのその替え時だとかそういうものを打順によって考えなくていいっていうことはやっぱ工藤監督の方がそういう面では慣れてる分だけは長けてると思うんだよね、うん、だからよく巨人側がそれを容認したなっていう、なんかそんな不思議な感じがあるんだけどね、うん、そういうふうに受け入れる他に理由は考えられますか？理由はね、考えられるのはこれはまあ原監督がセ・リーグも DH を導入した方がいいという、で春先にさ監督だけ集まってのまあトークイベントみたいなのがあったんだけどさ、その時にあの原監督がね、まああの新聞紙上でセ・リーグも DH を導入すべきだと、これはパ・リーグに勝つためっていうような形で言ってた話があってね、あとの5人の監督はそれに対して何の反応もしなかったんだよ、ね、だから他の監督っていうのは DH をひょっとしたら反対だったのかもわからない、うん、でも原監督はやっぱり DH をセ・リーグにも導入すべきだということで、だからそういう布石を作っときたいというね、
なんかそういう感じにも、まあ横から見るとね、なんかそういう風にも感じる節があるんだよね。まあそうじゃないことは祈っとくけど、うん、でもまあDH をやると選手を一人レギュラーとして扱えるという、うん、そういう特典がある、まあ、選手もたくさんこう出るチャンスがあるって言うけども、でも逆で、まあ、代打とかで、まあ、例えばピッチャーに代わって代打でワンポイントで投げてピッチャーに対して野手を使って代打を送るとか、まあ、いろんなやり方っていうのはそのピッチャーが入ることによってできるんだよね。だから選手を多く使うっていうんであれば DH じゃない方が多く出れるチャンスがある試合にね。ただレギュラーを一人作るという意味では、まあ、DH の方がやっぱりやりやすいっていうことは、まあ、それも確かにあるよね。だからなんて言うんだろう、まあ原監督の腹積もりは、まあ、DH を導入してくださいということで引き受けた。よし分かったと。でも雪辱に燃えてると思うんだよね、ソフトバンクに対して、うんうん、でもパ・リーグの言うこと、ソフトバンクの言うことを全部飲み込んでそれでやり返したら、これはすごいことだよね。そこも原監督の中にはありますかね、うん、もう絶対負けると思ってやる勝負っていうのはつまんないし、はい、で勝つ計算、勝算を見出してると思うんだよね、はい、その中に DH が入ってきた、はい、ここで勝算を考えなきゃいけない、その賞賛があるから引き受けたと思うんだよ、ね、おそらく評論家というか解説者というかそういう野球関係者はソフトバンクが優勝する、まあ勝つだろうということがやっぱ8割ぐらいやっぱソフトバンク有利っていうふうには多分見てると思うんだけど、この今回のことがあってあってもなくてもだよね、うん、まあ例えば DH 制になってくると、はい、これが8割型ソフトバンクっていう人が8割5分とか9割になる可能性もあるけどね、うん、まあ、だけど原監督は戦う以上勝算を見出してると思うんだよ、はい、その勝算の中にDH も入ってきた、その入ってきたものに対して勝算を見出せないとやっぱ武器が入れないと思うんだよね。その向こうが言ってきた、まあ言えばお前たちの野球だろってをやりたいんだろうって、うん、それを打ち負かした時の、快感を想像してるのかなっていうふうに思うよね。ただね、ソフトバンクは短期決戦にも強いように今短期決戦12連勝してるのかな、負けないんだよやっぱり。戦い方をこう変幻自在で変えていけるから、で、まあ、そういう選手たちもたくさんいるし、で DH を導入することによってそういうこうはめ込んでいく選手たちがまあたくさんあるよね、たくさんいるというか、だからそういった意味では DH 制っていうふうにこう聞いた時にはなんでソフトバンクの方がまた有利になったみたいな、そういう印象を受けるけど、まあ原監督の中ではそれがあっても勝算は見出した、だから引き受けたというね。まあコロナの影響でね、まあ変則的なシーズンにもなったし、まあそういう流れから、まあ、シリーズもなんかこう変則的な、まあ、DH 制を完全に 全試合使うっていうのは史上2度目、はい、1985年ぐらいかな、まあもう過去に1回だけあるらしいんだけど、はい、まあそういうことを導入したというね、まあ新たな試みだけども、だけどまあこの DH がね勝敗に大きく響かないようにまあしてほしいと思うし、まあ、誰を入れてどういう計算で OK したのか、うん、まあ、そういうことが試合を見ながらおそらく探れると思うんでね、うん、まあ、もう一つ楽しみなシリーズになった、うんうん、そうですね、はい、だからまあ単純にパ・リーグが DH をやってるから有利とか、まあ、そういう見方ではなく、やっぱ誰を入れてそのDH があったおかげで試合に出れる選手も巨人の中にいるかもわからないし、まあ、その人がすごく活躍するかもわからないしね、だからまあフラットな気持ちで、ああなんだ DH 容認しちゃったじゃんって、もう巨人ダメじゃんっていうような、まあ相手の懐に正々堂々と飛び込んでいったというね、まあその姿をしかと見たいよね、どういうふうに戦っていくのか、まあソフトバンクが有利だというふうに
戦う前から言うのはちょっと酷だけども、失礼かもわからないけども、うん、まあそういう見方しかちょっとできないんだよね、うん、まあ、戦力とかいろんなことを考えると。まあだけど DH 導入で逆にね、巨人が有利になったってね、原監督のインタビューで、いや受けたのは DH をこういうふうに考えてたんだっていうようなね、ちょっとかっこいい言葉も聞きたいなっていうね、うん、はい、まあそういう期待をしながら、はい、まあ DH どういうふうな、これ大きなポイントになると思うけどな、うん、まあまあ楽しみなシリーズです、はい、頑張ってください、はい。